クリスティアン・アウグスト・ポーレンツは、ドイツの作曲家、指揮者、歌唱指導者。1827年から1835年まで、ライプツィヒエヴバントハウス管弦楽団のカペルマイスターを務めた。ポーレンツは、ザルガストに生まれた。1814年に、ライプツヒ大学で法学を学び始めるものの、まもなく完全に音楽に身を投じることになる。1817年に、 ライプツヒのポーリナー教会のオルガニストに任用され、1821年には同志の聖トーマス教会のオルガニストとなった。1820年、彼はライプツヒのフリーメイソンロジであるアポロのメンバーとなっている。ヨハン・フィリップ・クリスティアン・シュルツの公認として、ポーレンツは1827年にライプツヒン・エヴァント・ハウス管弦楽団のカッペルマイスターに就任した。 楽団の支配人がポーレンツの働きに不満を感じていたと思われ、彼は1835年4月16日に解雇されてしまう。この職はフェリックス・メンデルス・ゾーンが引き継いだ。ポーレンツはライプツヒに没した。メンデルス・ゾーンはポーレンツの栄誉を称え、ポーレンツ追悼演奏会で指揮を行った。ポーレンツは歌唱指導者として特に記憶されている。 主要な門弟にはリーフェアゲルハルトがいる。ありがとうございます。